皆さんこんにちは琴海郡山の渡辺ですチャーリーワードさんのテレグラムから抜粋して紹介するシリーズですまず日本時間だと3月の11日現地時間だと3月10日に寅さんの声明が3つ出ていますこれについては別な動画でご紹介したいと思います3月11日11時6分ポリティコモーニングコンサルトの世論調査では トランスジェンダーのアスリートが女性のスポーツに参加することを禁止する立場に対する幅広い指示が示されています。3月12日、12時58分、元白い家の副局長兼ソーシャルメディアディレクターのダン・スカディーノは、今朝、戦闘機海のクジラ・アメリカンフットボールのタッチダウンを特集した3つの謎めいたツイートを送信します。 7時54分。今何を言いますか昼はただホログラム、レーザー写真と言ったのですか多分、梅田のホログラムは彼の演説を処理することができます。梅田は就任から7週間と2日後の木曜日に彼の最初のゴールデンタイムの演説を国に与えるでしょう。10時42分。 彼は投稿し、すぐに削除しました。彼が書いたものにさえ注意を払った人はいませんでした。ダニエルスカ B のニアさんのツイートが写真になって貼られています。映画を楽しんで、10時42分、画像が貼ってあります。そしてコメントが書いてあります。リラックスしてください。上司はすぐに戻ってきます。画像はこちらです。 10時44分、ゲームは始まっている。こちらも画像です。以上、ここまでです。ありがとうございました。それではまた。